はい、皆さんこんにちは、むっちゃんです。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日がこの車でドライブするのが最後となります。ダイハツのソニカリミテッド7速オートマチックブルー、素晴らしい車でした。ばあちゃん、この車はもう最後になりますよ。はい仕方ないって。はい、この車は明日車屋さんに引き取っていただきます。まあもうかなり年季が入ってます。走行距離が149,600キロ、もうやがて15万キロになります。中古で購入して約10年間乗りました。買った時は12万キロぐらいだったと思います。でいろんな車に乗ってきましたけど、この車最高にいい車です。ダイハツの中でもトップクラスだと思います。私はいろんな車乗ってきましたけど、この車は乗り心地もいいし、ターボですので車体も軽くて姿勢も低いのでキビキビ走ります。フルタイム 4WD ですので雪道でも大丈夫です。今年2月に雪山走行しましたけど全然問題ありません。でこのシートはトヨタのセルシオのシートを参考に作ったと言われて、非常にロングドライブしても疲れないという評判のシートで、本当に疲れ知らずです。これは本当にシートはもう本当にいいです。ソニカはツアラーといって、で人気の車です。ここ墓がいっぱいおった。なんもないよ。墓があったらいい。ないよ、間違いよ。そうか。この車中古で購入して約10年間ばあちゃんと私をいろんなところに連れて行ってくれました。本当にありがとう。ソニカさん、ありがとうございました。まだ本当はずっと所有したかったんですけど、我が家には車がまだ3台あります。で私も就活で少しずつ整理していこうかなと思って、もうやむなくこの車を手放すことにしました。まあ非常にもったいないというか寂しい気持ちになります。それはやっぱ持つっていいじゃないか。もうちょっといいですか。はい、いいですけどたくさん車が家にあってもしょうがない。若い時ならいいけど、年を取るともうどん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 持ち物を整理していかないといけませんね。そういうことで最後のドライブになります。はい、ありがとう。ありがとうございます。こっち上がっていこうか。まあ、それとこがある、どこが、ここは眺めがいいところ。ここ珍しいね。まあはい、今日は雨が降ってます。ここはちょっと天気悪いです。まあ、見晴らしがいいね。でもここは高台で街全体が見えるいいとこなんですけど、雲が出てちょっと視界が悪いです。まあそこはなんか段があるとこ、大きな家があるが、ここはビール工場です。まあ珍しいね。見学に来る人が多いとやろ。そう、はい、ちょっとここ止まります。はい、こっちよ。雨が降る。こっちに来て。はい、ありがとうございました。ありがとう。いい見学をさせてもらいました。はい。ありがとうございました。ありがとう。
ソニカさん、ありがとう。さようなら。